スタンド前の右手奥です。16頭収まりました。スタートしました。広がりました。さあまずスタンド前から1コーナーへ向かってきます。12番バービット出ていきます。今日も先頭、そして2番手は帝王シリウス、3番手6番アウスバールです。あとはうち3番湘南マグマがいて、そして4番のボーンディスウェイ、さらにはカレンルシェルブル、プラチナトレジャー、うち2番ダンテスビュー、タマモブラックタイがいて、サンストックトン、うち1番マイネルファンロン、ナイママがいて、さらには7番のリフレーミングです。外にはカルリーノ、ハーランズハーツ、最高峰に8番ロングラン、ロングランは最高峰で1コーナー回っていきます。さあ先頭はここで9番の帝王シリウス、帝王シリウス先頭です。今2コーナーをカーブ、リードが2馬身、2番手は3番湘南マグマで、3番手に12番のバビットになって向こう正面へ、あとは6番のアウスバールが4番手、そして2番のダンテスビュー、プラチナトレジャー、外4番ボーンディスウェイ固まっています。3馬身差、中段にカレンルシェルブル、内はタマモブラックタイ、あとはサンストックトン、内1番のマイネルファンロン、3コーナーへ向かいます。ナインママがいて残り 800m を通過、そしてリフレーミング、カウリーの上がってきます。後方から2投目です。ロングラン最高峰は10番ハーランズハーツで、さあ各馬第3コーナーカーブ、残り 600m を通過。9番の帝王シリウス、リードがなくなってきました。外に3番湘南マグマ並んでいって、3、4コーナー中間、2馬身差、6番アウスバールは3番手、ボーンディスウェイ外を回って、内には2番のダンテスビュー、第4コーナーをカーブ、カレンルシェルブル1番外を回って直線コースに向かいました。3番の湘南マグマ、湘南マグマ先頭、あとは広がった、追い込んでくるのは4番のボーンディスウェイ、200を通過したダンテスビュー、あるいはカレンルシェルブル、サンストックトン、大外からリフレーミングも追い込んできたが、3番の湘南マグマか、リフレーミングだ、ゴリわずかに最後リフレーミング。